ブライアン・ハバナは南アフリカ共和国の元ラグビー選手である。ポジションはウィング。2004年のトゥイッケナムでのイングランド戦でジャン・レビリアスとの交代でスプリングボックスとしての初キャップを得る。この試合でボックスは16から32で敗れたもののハバナは初トライを挙げた。翌週のスコットランド戦で初先発を果たし2トライを挙げてボックスの勝利に貢献した。 この年は3試合で3トライ。2005年にはライオンズからブルーズに移籍。テストマッチでもこの年の春のテストシリーズで3試合で6トライ。トライネーションズでも5試合で6トライを挙げ。最終的には12試合で12トライの活躍を見せ、南アのプレイヤーオブザイヤーに選ばれ、世界最優秀選手にもノミネートされた。2006年は10試合でわずか2トライに終わる。 また、この年の対アイルランド戦では初めて13番での出場だった南アフリカ協会の100周年記念試合だったが15から32で敗戦。ハバナは1トライ。2007年はブルーズのスーパー14位優勝に貢献。決勝のシャークス戦では決勝トライも決めた。そして初めてラグビーワールドカップメンバーに選出された。 ラグビーワールドカップ2007では、初戦のサモア戦で4トライ、プールステージ最終戦のアメリカ戦で2トライ、アルゼンチン戦で2トライの、計8トライを記録し、ジョナロムに並ぶ大会記録でトライ王を獲得し、同年の南アフリカ共和国の優勝に貢献した。そして、ワールドカップや11試合で13トライの活躍で、世界最優秀選手に選出された。 またこの年、チーターと競争している。2008年はハバナは、厳しいマークに合い、10試合で2トライにとどまった。2009年は、ブルズのスーパー14、2度目の優勝に貢献。シーズン11試合で8トライを挙げ、トライランキングで2位。準決勝のクルセーダーズ戦でもトライ。決勝のチーフス戦はトライはなかったものの、チームの優勝に貢献した。 ライオンズシリーズにも2試合に出場し、1トライを挙げた。トライネーションズ対オールブラックス戦で50キャップを達成。この年は11試合で4トライ。2010年にはブルズからストーマーズに移籍。チームの準優勝に貢献。決勝では、古巣のブルズ相手にトライを挙げたものの、勝利とはならなかった。ボックスとしては、10試合で2トライにとどまった。 2011年は2度目となるラグビーワールドカップ2011に出場。対ナミビア戦で39トライを記録し、38トライのユーストファンデルベスト配膳を抜いてボックスの最多トライ記録を樹立した。この年は6試合で2トライ。2013年、フランストップ14の RC トゥーロンに移籍した。2018年、現役引退を発表した。 ありがとうございます。